こんにちは、おはようございます。今日は11月13日、私の誕生日。今日は仮面ティーチャーを紹介します。スノーマンが出てくるんで交互期待。仮面ティーチャージェシーです。藤ヶ谷さん、菊池風磨、藤ヶ谷さん、ジェシー、菊池風磨。仮面っていうよりはヘルメットです。誰だ、あ、この人は工藤さん、阿部ちゃん。世にも奇妙の時は阿部亮平さんが出ると思って見たら違う人でした。岸君かっこいい。誰かわからない。菊池風磨か、藤ヶ谷さん、ジェシー、なかなか出てますね。あ、今日もですね。滝くんです。なかなか主人公よりジェシーと風磨くん出てます。これ誰だ？これ女性？これ藤ヶ谷さんか。で、仮面ティーチャー藤ヶ谷さん、大政さん、でジェシーですね。草薙さんって、こっちの草薙さん、竹原さん、ポンで、獅子丸さん、あ、この孝太郎さんって人は前田光輝さんって、あの朝ドラに出てたりで、亮太さん、遠藤憲一さん、新生徒会長に小滝くんが出てるんですね。とそので、工藤さん、斎藤さん。で、金八先生です。ヤンキー漫画なんですかね。すごいですよね、主役。これ定価が1500円ですか、ね、なかなか。金蔵、竹原、風磨、ピータムジェシー、ジェシーじゃない、ナオガ、ジェシーですね。ジェシー、あ、今度は菊池、岸君です。誰だ、この人なんか燃えた。小滝か。飲む。
ちゃんが出てくるとなんかホッとする。メイキングですね。もちろんこんな漫画があるんです。もう出てないかな。スマホはピンと買わない。こんな感じですね。今日は仮面ティーチャーをお送りしました。チャンネル登録ありがとうございます。グッドボタンありがとうございます。他に何かあったっけ？動画再生最後までありがとうございます。そしたら今日は失礼します。ありがとうございました。動画再生お疲れ様です。それでは終了します。終了。